はい、皆さんこんにちは、マナルギルフィジです。では今回は維新の嵐幕末志士団土方歳三物語続きをやっていきたいと思います。1867年の8月10日まで進んできています。もうあとね、4ヶ月ぐらいで鳥羽伏見の戦いへとなだれ込んでいくという、そういう局面になってきてますが、今回まずはですね、しっかり新選組としての任務を行っていきましょう。順乱の指示を行っていきます。で、まあ、御陵衛士と、まあ、分裂というかね、分かれてしまって今、敵対関係にあるということもあってですね、まあ、隊長を任せられるような、隊員の数が減ってきてしまっているっていうね、まあ、決していい状況ではない、いいところではありますが、まあ、できるだけ隊長を各エリアに派遣してですね、しっかり警備を行っていきます。で、足りないところはもうしょうがないので、自らね、足を運んでいくということで、カバーをしていこうというふうに思います。今だと8番隊の隊長もいないし、あと観察型も1人足りていないっていうね、本当に数が、足りなくて困ってるっていう状況なんですけど、これ大使をね、新しく増やすっていうことが、今だとちょっとできなそうなんですよね。もう少し前までだと月替わりで、大使を募集したり、あるいはお金を募集したりとか、まあいろいろ選択肢あったんですけど、最近ちょっとその選択肢が出てこなくなってしまってるので、今いる隊員でなんとか頑張っていきたいと思います。では、時間を進めていきます。さあ、近藤さんですね。今日、土佐の後藤殿、これは後藤正二郎のことですかね。土佐の陽動公は、大政奉還なる策を進めているって話だ。なんでも幕府に自ら政権を放棄していただくという策。うん。まあ、山内陽動がね、その大政奉還は確かに言い出した策だと言われてますよね。結局この大政奉還がなれば、幕府と、それこそ長州とか薩摩とか、西国雄藩との、戦闘による倒幕っていうものがね、なくなるので、幕府としてはそういう、武力討伐されるのを避けるっていう、ことができますよね。さあ、後藤正二郎と会いに行くという近藤さんについていきましょうか。せっかくなんでね。近藤さんと後藤正二郎はどうなんですか？史実でも会ったことあるんですかね。ちょっと勉強不足で申し訳ないですけど。さあ、後藤正二郎だな。お、龍馬もいるね。龍馬は土方が一度ね、切りかかってますからね、一度ね。何回か前の、お話の中で。まあ、ここでも近藤さん、そして土方と坂本を顔を合わせましたけど、実際にね、新選組と坂本龍馬どこまで面識があったのかっていうのはすごく興味がありますよね。さあ、イベントが始まりました。ここは見ていきたいと思います。平成3年10月、時勢がいよいよ倒幕へと傾く中、第15代将軍徳川慶喜は自らが最後の将軍になるという決断を下した。
慶喜は直ちに大政奉還の上奏文を提出し、朝廷は翌日これを承認した。200数十年に及ぶ江戸幕府の支配はこうして幕を閉じたのである。第4章、続軍。新選組の士気が5減りました。これはまあ幕府がなくなったことによって、新選組の士気が下がったと。新選組の位置づけは幕臣でしたからね、その幕臣である新選組からすると、幕府がなくなると確かに士気は下がってもおかしくないかなと思います。トシさん、とうとう幕府がなくなってしまったよ、てん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 という近藤さんですね。まあ、ただ徳川慶喜は、幕府がなくなったとしても、諸侯による合議制を行って、その諸侯の合議制の中のトップに立とうというのがね、構想だったようなんですけどね。まあ、ただ、それは鳥羽伏見の戦い勃発によって、徳川家が賊軍になってね、瓦解してしまったということだったんだと思います。ではまた時間を進めていきます。監察方の山崎からの報告ですね。龍馬が大宮にいるようですと。すでに見回り組が動き始めているだ。よし、これは龍馬を倒していきましょう。伊藤貸太郎を先に倒すっていう案もあったんですね。では大宮に向かいます。さあ、大宮です。トシさん、行くぞということで、龍馬の捕縛もしくは抹殺を行っていきましょう。中岡慎太郎もいるな。これはバトルになるのかな。バトルの音楽ですね。さあ、龍馬と、さらに中岡慎太郎もいるっていう、そういう局面ですね。まずは近藤さんの一撃を加えてやる。傷を負わせることに成功したか。では土方は中岡慎太郎に攻撃を仕掛けましょう。よし、倒した。では今度は長倉新八で龍馬を横から切りつけます。よし、撃破。まあ、最強メンバーを揃えてありましたからね。龍馬死亡。龍馬を死亡させましたね。中岡慎太郎も死亡ですね。まあ、これ結局誰がね、龍馬を暗殺したのか、今もって正確に分かっていないと思うんですけど、見回り組説が有力みたいですよね。まあ、この刑務所では新選組の、長倉新八がとどめを刺したという状況でした。さあ、イベントが続きます。今度は斎藤さんですね。斎藤はじめは御陵衛士の方にスパイとして潜り込ませていました。その斎藤が戻ってきたという場面からになります。伊藤一派は近藤局長の暗殺を計画しています。ほう、であれば先にこちらが闇討ちしましょう。今度は伊藤だな。まあ、さっきはね、坂本龍馬を討ち取りましたけど、今度は御陵衛士との戦いになっていきそうです。
さあ、ここもバトルシーンの音が聞こえてきたので、ゴリュエイシとの全面対決になりそうだな。では戦っていきましょう。近藤さんあんまり前に出してやられても困るんで、近藤さんはそこそこにして、斉藤は前に出しましょう。やはり近藤とのバトルになる。土方も前に出す。ここのバトルで負けるようなメンバーではないとは思うんですけど、まん、あ、が一近藤さん、そして土方がやられると、まあ、ゲームオーバーになったりするとややこしくなるので、慎重に進めてはいきましょうか。相手は伊藤貸太郎がいるのかどうかですね。ここは目の前の敵から確実に倒していきましょう。よし、まず一人富山を打ち取った。斉藤さんも前に出します。斉藤も強いからね。土方に切り結んできたのは誰だ。土方が後ろを取って仕留めましょう。服部武雄、何防具で命拾いしたか。まあ、ただ逆に次は防具がないということだと思うので、ここで次確実に仕留める。服部も強いのはサムスケで倒せなかったですね今ね。ん、貸太郎いるな。ここにいる。これはちょっと長引きそうだな戦闘が。まあ、ちょっと遊びで前に出れてないメンバーが多すぎるので、うまくねちょっとそのメンバーを使っていきたいところですね。何、サムスケが、いや土方がちょっとやられたのか。軽傷だな。ちょっとここ土方がやられてゲームオーバーは避けたいので、そうならないようにちょっと気を使っていきましょう。無理はさせない。いや強いな、ゴリオレシのメンバーみんな今までの雑魚とはちょっと違いますね。土方もまだ軽傷なので、軽傷のうちに傷が広がらないようにちょっと気をつけましょう。いや服部強え。服部さん本当に強いわ。ようやく仕留めたな。無名のモブキャラもちょっと投入して、後ろを取られたりしないように気をつけましょうか。よし、伊藤貸したらもう撃破。これで残りはほぼ雑魚キャラになったかな。残りも倒していきましょう。あ、山並さんがここにいるな。山並さんは結局脱走っていう形ではなくて、普通に見回り組に入ったっていう形の終わり方ですね、このままだと。
山並みも倒した。これで仕留める。よし、これで全員倒しましたね。東堂平助もん、五稜英氏の方に行ってしまったんだな。いや、強かったですね。継承者を何名か出してしまいましたけど、まあ、幸い重傷だったり死亡者はいませんでしたので。副将、篠原の死体が見当たりません。逃げたな、篠原。というわけで、五稜英氏も壊滅させましたね。ここからイベント、目白押しになりそうなので、しっかりプレイしていきましょう。さて、続けてイベントです。紀州藩と坂本殺しの疑いをかけられ、海援隊とその連中に狙われているらしい。護衛をしてくれと。紀州藩の三浦九太郎さんで、これは自分で行きましょう。よろしくお願いしますぞということで、ここ多分狙われるんだろうな、敵に。まあ、斎藤と一緒だったら十分に倒せるだろう。ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、この三浦九太郎もね、実在する人物なんでしょうかね。ちょっとウィキペディアですぐ見たいぐらいですけど。さあ、ここは敵がいると思うので、敵を倒していきましょう。斎藤と一緒に行けば十分に倒せると思うので、この大広間の方に突入していきます。三浦九太郎はここにいてもらおう。で、斎藤さんが一番だ。土方も出ます。今回はバトルシーンが多いな。坂本、中岡慎太郎、この二人を切って、さらに五稜英氏、伊藤貸太郎であり、東堂平助であり、さらに山並さんも切りましたからね。大河ドラマ新選組では山並さんは今をときめく半沢直樹がやってましたからね。堺雅人が、あれも結構好きでしたけどね。さあ、新選組の大使が一人切られましたが、斎藤さんでこれを切れば終わりかな。残るか、強いな。土方がやられることはないと思いますので、このままフィニッシュですね。まさに人切りプレイっぽくなってきたな。イベントです。王政復興の大号令が発令された。薩長の連合軍は次々と京に集結。ここで王政復興の大号令が出て、新選組も屯所にいることができなくなり、伏見に布陣しろという命令になりました。今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きまたプレイをしていきたいと思います。